金に金を足して金キラ金の金っていうのもまさにこのことでありまして、はいどうもこんにちは、おもちゃんねるんです。さあ今回はね、はいこちら行ってみたいと思います。はい、今年の1月と3月にこれね発売されたシンカリオンのブルーレイボックスですね。1月にねボックス1が発売されて、3月にねボックス2が発売されました。でいよいよね今回はついにボックス3ですね。それがね5月の末にね発売されたということで、はいヨドバシカメラさんに撮りに行ってまいりました。まあ、ということで、ね、今回はねこちらをちょっと見ていくんですが、よいしょと、おーパッケージが黄色い、かっこいいねこれ。ドクターイエローが主役のパッケージですかね。いいね、かっこいいですね。でこのねブルーレイボックス買っているね理由はね、アニメをねまたね見たい他にちょっと別の理由がありまして、まあ今までねこれご覧になられた方はねご存知だとは思うんですけども、はいこちらですね。これでやっと E5 ねハヤブサのゴールドバージョン完成ですね。今回のボックス3にね付属の分は交尾車両になってます。いやもう本当にあの約ね半年かけて発売されたこのねブルーレイボックスも、とりあえず第1章は完結といったところでしょうか。さあそれではね早速ちょっとね見ていきたいと思います。でちなみに一応あの今回のねブルーレイボックスのお値段も定価は2万6000円プラス税なので2万8000円ぐらいですね。まあ消費税の分はねヨドバシカメラさんで購入してるんで、まあポイントでは返ってくるんですけども、まあそれにしても結構なお値段、全部でね結局9万円ぐらい使ってますからね。いやもうほんとゴールドバージョンがね欲しいっていうだけだったらすごく高いんでしょうねさあさあそれではちょっとね見ていきましょう。よいしょっと、まあ今更思うんですけど、もう少しちょっとこうしっかりしたボックスの方が良かったかなブルーレイが入っているこのケースはねすごくねまあスマートでいいんですけど、この付録のボックスがねこっちが、まあ、ただちょっと厚紙が折られたねパッケージなんで、ちょっとこうちゃんとした箱にしてほしかったかな。まあ、ただこれ書いてあることはいいですね。了解であります。新幹線は止まらないよ、お前も俺を信じろ。かっこいいね、セリフかっこいいねこれ。でこの箱の形自体は今までとほんと同じですね。ちなみにちょっと全部出しておきますが、これがボックス1でこれがボックス2ですね。よいしょ、はいこんな感じで揃いました。じゃあね後で使うんでこの先頭車と中間車は取っておきます。これがね結構あの保管方法にね困るんですでさすがに映像を流すことはできませんが、ブルーレイボックス3のパッケージですね。まずねはいこんな感じで、こちらの面黄色ですね、ドクターイエローになってます。まあ、今回は本当に全体的にドクターイエローをイメージしたねデザインですね。で中の方はと、おーキャラクターのイラストはこちらと同じですね。いいですねこのドクターイエローとハヤブサをこうイメージしたこのラインね。でこちらにははいこれもねノットフォアセール非売品シンカリオンのね解説書がついてます。まあ、中はちょっとね見せることはできないんですが、ちょっとお時間くださいねはいちょっとねパッと読んでみましたが、中にはねこう原画のねイラストとか絵コンテかな、それについての本当にあの解説とかね、まあ、ここに書いてあるそのままなんですけども、詳しく結構ねためになるね資料になってるんで、まあ、気になる方はちょっと高いですけどブルーレイボックス買ってみてください。でブルーレイの内容的に、おおこっちもかっこよかったいいね、トリニティと翼ですね。で中はこうなってて、おおこっちもトリニティと、あ間違えました、さっき翼言っちゃいました、これツバメですね間違えた、いいですね。でこの下に確か話のタイトルが書いてますね。はいディスク1はこんな感じの内容になっておりまして、でディスク2はと、はいこんな感じの内容で、ディスク3がと、はいこのような感じになってます。もうこれあの発売決まってるかどうかは知らないですが、確実にブルーレイボックスアニメの方も第2章がね始まってるんで、またあれですよね続きますよねこれはね、確実に次の付録は小町とかですかね、それかボックスがすごくいっぱい出るんで、ドクターイエローとかなったらもう本当にやばいですね次は全部で15万ぐらいかかりそう、もう考えただけで恐ろしいまあということで、はいブルーレイの内容はこんな感じでございました。で僕的にはなんだかんだでこれがやっぱね楽しみですね。さあそれではねちょっと見ていきたいと思いますが、今回で本当についに完成です、交尾車両 E5 ハヤブサゴールドバージョン。さあでは開けていきますか。まあパッケージは今までと同じくこのね段ボールの簡単なねものになってますね。まあ俗に言うエコパッケージというかな。ではでは開けていきますが、こちらからでいいんですかね。では行きましょう。よいしょ。さあ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 、開
きましたよ。ジャンと、お、これはこれは先頭の部分が見えますね。さあ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 、では行きますか。パッケージの梱包がすごくね簡単で、あ、奥に説明書入ってるんですけども、まあ、これは普通のあれですよ、シンカリオンと同じような感じですね。先頭車、中間車、後尾車と共通の取扱説明書になってるんで、今まで入ってたやつと同じです。さあ、では今回も金色に輝く後尾車、どこから開けるの、これ、ここか。ではね、楽しんでいきたいと思います。さあ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 、登場ですね。今回もキンキラキン、お、すごい、もう輝いてますね素敵です。よいしょ。さあ、ではちょっとね、新幹線モードからじっくりとね見ていきましょう。さあ、では作っていきますが、まず顔の部分はこんな感じになってますね。まあ、ボディ色はご存知の通りね、こう金色の成型色になっているんですけれども、今回もギラギラキラキラと輝いております。まあ、形は通常のね E5 はやぶさと同じですね。まあ、特にねエンブレムや文字のこうシールとかプリントとかはなくて、もう本当に金色の成型色となってますね。反対側はこうなっていて、上から見るとこんな感じになっておりまして、そして底の部分、はい、こちらも全面キンキラキンです。まあ、ここまで来たら本当に、あの、前にも言ったと思うんですけど、この連結パーツも金色にしてほしかったかなとそんな感じで思います。さあ、それではね、続いて新幹線モードで変形なんですけども、今回は後尾車ということで、これ下半身ですね、パカッと開きまして、両サイドのボディパネルも開きます。で、膝を伸ばしてと、つま先出していきますね。あ、そっか、その前に左右のこうパネルを開きまして、よいしょ、こうしてこうかな、おー、いいね。で、連結パーツをしまうと、反対側も同様にパネルを開きまして、一回足をカチッと、で、よいしょ、こい、さあ、来たおー、いいね。で、 E5 は、あれですね、ここのパネルは前にちょっと倒すんですよね。はい、こんな感じになってて、おー、金の下半身できました素敵だ。さあ、ではね、とりあえずこの下半身の状態でもね、くるっとね見ておきますね。はい、こんな感じになってて、もうすべてがね成型色銀色ということがね、本当にあの、よくわかる感じになってます。この光の当たり方によって、ちょっとこうこのボディのきらめきがね少しこう変わる感じがまた素敵ですよね。まあ、僕的にはもうちょっと金キラキンでもよかったかなとまあ、前にもコメントとかいただいたんですが、本当金メッキの塗装とかだったらもう最強でしたね。取り扱いすごくね気にしそうですけども、さあさあ、それではね、これで終わりじゃないですね。ではでは、今まで集めたこの先頭車と中間車を使ってね、ゴールドバージョンね完成させていきましょう。さあ、ではまず先頭車ですね。これで機体はもう完成しちゃうんで、いいね。さあさあ、行きましょう。すごい、もうね大事に保存してますさあ、ではちょっとね、おさらいで、ちょっと先頭車の方もね、くるっといっておきましょうね。はい、まずね、新幹線モードはこんな感じですね。もちろんカラーは今回の後尾車と同じく金色の成型色になっております。で、こちらね、変形していきますが、よいしょと、こっちの方がいいかな。はい、こうなって、カチャッとね止めていきますね。こうか、こうして、こうして、腕の方も変形、おっと、ちょっと焦りすぎですねこうして拳を出します。で、反対側もこうして拳を、よいしょ、出して、で、顔のパーツも出さなきゃいけないんで、こうして胴体出して、と、頭をちょこっとで、よくね僕忘れるんですけども、この角のパーツですね、よいしょ、出しておきましょう。はい、これで上半身できました。かっこいいね。さあ、それではね、下半身と連携させましょう。ガッチャンと、おー、来たよ金色進化にも来た。 E5 はやぶさゴールドバージョン、とりあえず期待はできましたね。かっこいいね。上見えてないここ切れてましたね、画面ね。で、ちょっと一旦ね、この状態でもね、はい、くるっとこんな感じになっております。いいね、もう存在感がやばいですね本当にすごい、キンキラキンだ、キンキラキン。で、さらにこれにちょっとね、武器を持たせないといけないので、ではでは行きましょうね。中間車も出していきます。よいしょ、さあ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 、おー、
前にも一回出したのにもう一回おーってねリアクションしてしまう僕がすごいさあ、じゃあ召喚者組みますね。まあ、これもね、組み立て方自体は普通の深海魚と同じですね。ボディのパネルを、よいしょ、こんな感じで取り付けまーす。あ、あとでちょっと動力化して走行もしましょうね。せっかくなんでね。はい、中間車はこんな感じですね。こちらももちろんゴールドの成型色になってまーす。で、武器関係ね、いきましょう。これをね、装備させて、本当の完成だと思います。よいしょ。さあさあさあ。あとは本当これをどう保存しておくかですよね。すごい悩む。では改札騒動は、右手に持たせまして、よいしょ。でヘッドギアまたつけましょうか。とりあえずね、ウィングパーツを、これは確か内側でしたね。最近ちょっと合体しなかったな。こっちか、反対です。こうして、おわう、あう、かつれないでポン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 飛んでください。よいしょ。はい、これで OK かな。ん？違いますね。これ、外でした。なんかめちゃくちゃすごい違和感感じたんでね。はい、外ですね。はい。はい、できました。はい、できました、できました。いや、違うな。これ、あれでしたね。もうすごい僕、忘れてますから、こうですね。こうだ。めちゃくちゃ間抜けですね。はい。よし。これで OK かな。で、とりあえずヘッドギアつけましょう。相変わらず角がすごく弱いんで、すぐにね、ちょっと畳んじゃうんですが、ヘッドギアも、よいしょ、取り付けて、はい。これで、とりあえず完成いたしました。E5 ハヤブサ、ゴールドバージョン、やばい。はい。まあ、予想はしてた姿なんですが、連結パーツの直し方も間違えてた。はい、実際にこう目の当たりにするとなかなかすごいですね。これはこれで本当にやばい、すごいな。でもこれを作るのに大体ね、ワンボックス2万後半、まあ3万円近く払って、全部でまあ8万強、うん、なんと言えばいいのかそこまでの価値があるかどうかっていうのは、まあ本当それ人それぞれね、あると思うんですが、まあ、多分世の中にはこれは高いという人が多いと思います。正直多いと思いますね。これ組むのにね、おまけ付録で8万以上かかっちゃうんで、いやーすごいな。あの、友達から言われました。よく買ったなってよく買ったなって言われたんですけど、まあ今こうして眺めてると満足いくものにはなってるんで、僕は良かったかなとは思います。まあいつかね、ちょっと今まだ小学生の息子なんですが、これ多分ね、あげることになると思うんですけども、まだ小学校のうちはこれ早いかなね。こんなすごいの持たせれない。まあてな感じでございまして、とりあえず E5 ハヤブサのゴールドバージョン進化量モード、これで完成です。さあ、それでは続いてね、新幹線モードでもね、ちょっとね、金色の走行ね、ちょっとね、見ていきましょう。よし、じゃあとりあえずレイアウトも組んだんで、新幹線モードに戻していきましょうか。よいしょ。さあ。あまりこう、戻す感じは僕よく考えたらやったことないですね。はい。まあ、でも皆さんね、これ、わかってると思うんですけども、まあ、こんな感じで、じゃんと戻していきます。すごい適当な説明ですね。じゃんですね。はい。ああ、拳に戻すの設定だ。はい。こうして、こっちの拳を片付けて、腕を、よいしょ、戻してと。で、はい。よいしょ、カチャンとすると。で、ああ、グランクロス直しとこう。で、続いて、下半身も、足先を先に、よいしょ、こう戻して。ましょうね。パネルもちゃんと片付け、あれこうしてこうとで、ここら辺はもうね、結構適当なんですよ。適当って言ったら怒られそうですけど、はい、こんな感じで、よし、これで、はい、 OK かな。で、武器関係も一応をしまっておきますか。はい、こうして、で、こっちもつけてと。で、中間車には、あ、そっか今から動力化するんで、あれなんですけども、左右のパネルは外しておいて、で、これはなくさないように、こ
こにねヘッドギア武器はこのね台車に乗せておきましょう。で動力化するには今回はブラックシンカリオンを使っていきます。はい、動力シャーシにこんな感じで金色のよいしょボディーパーツをねこれつけますね。まあ、せっかくなんで動力もこれ金色本当に前も言ったんですけど欲しいですね。はい、これで OK。ここがやっぱこう普通のこうグレーパーツになるんでちょっとこれも金がいいかな。まあ、すごい人になってくると多分この辺の金色のね車輪を移植したりとかもするかもしれませんね。さあそれではちょっと走行もしていくんで連結しますね。先頭車を、こっちにつけてで後尾車も連結すると、あ今逆だこっちが先頭でこっちが後尾車ですね。さあそれではちょっと僕的に走行はいつも、ね、こっち向きがいいんでこれで行こうかな。ではでは行きましょう、走行の方レッツゴー。いったー、金だ、すごい、おーおー、すごいね、レールを動かしてる僕がすごいねちょっと落ち着いてみましょう。はい、なかなかゴージャスでキンキラキンな走行を見せてくれましたが、ここでちょっと終わろうと思ったんですけど、まあ、せっかく今ねこれブラックシンカリオンちょっと出したんで、まあ、どうせならこれもやっておきましょう。はい、この袋に入っているのがブラックシンカリオンのドラグンモードやバーサーカーモードができる、はい、パーツになっておりまして、いいでしょうこの袋N700 のこれねジッパー袋なんですよ。これ結構僕ね重宝してて、あのこういった小物をね片付けるのにすごくちょうどいいんですよね。ぜひ皆さんもちょっとね使ってみてください。で実際にちょっとこれパーツのカラーをちょっと比べてみるのは今回がはい初めてなんですが、まあ、一緒かな一緒かなと思ってたんですけど全然違いましたね。まあ、動画でちょっとどこまで伝わるか分かりませんが、はい、こんな感じで結構ブラックシンカリオンのこのパーツの方がかなりね黄色が強めの金色になってます。ラメ感もこっちの方が強いですね。さあそれではちょっとねこれを装備させてちょっと E5 のバーサーカーモード的なものをねやってみましょう。まずはとりあえずは先ほどのようにシンカリオンモードに変形していきますが、もうここはパッパーとね程よく適当にやってしまいたいと思います。よいしょ、もうさっきやったんでね特に手順などはいいですね。あれ出てこねえと、ほいほい出てきた。で角は多分ね勝手に縮むと思うんですけど出しておいて、で続きまして後尾車で、よいしょ、下半身もやっていきましょう。よいしょっと、まあまあこうして、あ失敗した、ここをカチャンとして、はいこちらもカチャンとして、こうで膝を伸ばすの忘れてたでこうしてでジョイントしてと、よいしょくっつかないよ、はい、でここにバーサーカーモードのパーツ関係をよいしょつけていきましょう。実際に E5 にはやったことないんですけどどこまでできるのかなこれ。よいしょ、まずはちょっと足元からねいきますか。ドラゴンの足をつけまして、もうこの時点でやばいですね、かっこいい。で足のこのボディパネルのところにはこんな感じで取り付けてと、で腕の側面はこれでしたね、よいしょ両方つけます。で肩はこっちが確か大きい方のドラゴンの顔で、反対側にこの顔をよいしょつけるはずですね。確かこうだったような気がする。あこれなんか逆についてますね、これこうですね、なんかおかしいなと思った。はい、こうしてからのでつけれるのかな、はいこれで OK で、で次にはいこうかな、ちょっとうる覚えなんですけどあれ翼ついてない右のあれがついてないんで使っ
けよう、よいしょと。でここですね、ここの部分にこれをよくちょっとね向き間違えるんですが、確かこれで合ってるはずで、あれよく考えたらこれ1個足りないよ、あらあれもう1個どこ行ったの、息子ちゃんなくしちゃってる、これあれ使ってるどっかに、うん、まあいいや探すと時間すごくかかりそうだからごめんなさい。ちょっとね多分ね表向きからしかちょっとねかっこいい感じにはならないですけど、とりあえず今回はこれでいこう、ごめんなさい、ちょっと不完全になっちゃうんですけど、はい、これで後ろの部分ができて、こいつを背中に装備してあげると、よいしょ、はい、こんな感じです。あー、ここないのが残念で、ヘッドギアやっぱり角がちょっと下がってたんですが、一応もう一回出そう、よいしょ、出しで、で、これを装着と、あれ間違えた、こうだ。で、あとは手に、はい、ダーク改札そうだったかな、名前をどんどんこう忘れちゃってるんですけども、はい、こちらを装備してあげると、おおあー外れたー、すごい、よいしょ、よし、これで E5 はやぶさのゴールドバージョンのバーサーカーモードができました。これはねやばいね金に金を足して金キラ金の金っていうのはもうまさにこのことでありまして、すごいいやー笑いしか出ないですね。これはすごいモードです。ちょっとヘッドギアずれてた、はい、これで OK っていうか本当にすごいですね。これは、まあ、言葉はあれなんですけど、こう贅沢の極みですね。すごいな。ぜひこのね今回のゴールドバージョン完成された方は、まあ、多分皆さんやってると思うんですけど、こんな感じでバーサーカーモードもぜひね試してみてください。はい、ということで今回は一応ねこれでまずは完結といったところだと思うんですけども、 E5 はやぶさのゴールドバージョン、はい、こちらがね完成したんで、ちょっとねいろいろね紹介させていただきました。まあブルーレイボックスがこれね1巻2巻3巻と、まあとりあえずね123とボックス発売されたんですが、まあこれでねお話が全て終わっちゃうわけでは当然ないんで、まあ今後も多分このボックスシリーズをね続いていくんだと思います。そしてまたそれに合わせてね付属というか、まあ、特典のシンカリオンがまたね新しい機種を、次はゴールドバージョンかシルバーバージョンか何バージョンかはわからないですが、なんだったらブラックメタリックとかでも面白いかもしれませんけども、まあまだねちょっとわからないんですけども、何かしらの機体がね多分付属して発売されると思うんで、まあここまで来た以上多分ね僕はそちらもね集めると思うんで、またね始まったら、ね、紹介させていただくんで楽しみに、ね、待っていてください。で一応ねこれ初回生産限定かなんかだったと思うんですけど、まだね多分揃えられると思うんですよ。ヨドバシは確かまだ売ってたと思うんで、まあ結構ね正直本当に高いです。はい、値段はもう安いとは言えません、高いんで、まあお財布のね事情が皆様あると思うんで、まあ許される方はもうこの機会にしかないといえばないんで、挑戦というかね、はい、挑戦という言葉になると思うんですが、ぜひ買ってみてください。まあ見た目的には本当にとりあえずはかっこいいです。ただ材質的には若干ね将来的にちょっとバキッといきそうな感じもしないこともないですけども、大切にね扱っていきたいと思います。ということでね今回はねこの辺りにしておきたいと思います。おもチャンネルのタルでした。皆様もねチャンネル登録やコメント評価どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あとねツイッターやねインスタもやってますんで、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。では今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またね他の動画でぜひお会いいたしましょう。ではではごきげんよう、さよなら、バイバイ。